こんにちは、ゆうです、パズラのお時間です。はい、今日は無課金、昨日もやったっけ、昨日も引き続き無課金非属性縛り縛りまでやっていきたいと思います。今日やっていきたいのはですね、メール見てみましょう。クリスマスガチャ2021年が届いております。クリスマスガチャはね、結構ね、非属性の優秀なキャラが多くて、まあ、サイレアなんですけど、サイレアじゃなくても、その、クリスマスグレモリーとか、あと僕、まあ、正直狙いはクリスマスサレーヌなんですけど、そちらを狙ってね、まずは、ちょっと回していきたいなと思います。まあ、ダイヤが出ないとね、お話にならないんでね、本当にダイヤお願いしますよ。おお、二つか。でもこれは、うわー、そこかー。いやー、でもねー、これは結構、まあグラビティやしね、どっかで使える部分はあるのかなと思ってます。はいはい、こんな感じでございました。はい、あとはですね、ちょっとね、交換したいモンスターがいまして、はい、こちらなんですよね、ラグナロクドラゴン。ラグナロクドラゴンをね、今ね、非属性の単色パーティーを考えてまして、やっぱりね、非属性、周回じゃなかった攻略面では、やっぱまだルフィが優秀なんで、ルフィリーダーにした単色キャラを考えてまして、そういった時にね、ちょっとね、このラグナロクドラゴン、5ターンで、全ドロップを6解除し、5属性回復。で、1ターン内で2コンボ加算。自分の攻撃力が10倍っていうのをね、ちょっとこれはね、ちょっと見逃せない性能かなと思いまして、はい、なんと、黒メダル6枚所持しております。黒メダル6枚で交換していき、じゃあ5枚で交換できるので、まあ、1枚余るんですけど、交換していきたいと思います。はい。はい。いやーね、ちょっとね、虹メダルがね、ちょっと余ってたんでね、ちょっと交換できたんですけどね。はい。ちょっと聴覚性見てみましょうか。はい、レベルマックスにしました。と、ここでレベル限界突破していきたいと思いまーす。はい。はい、ということで、聴覚性ちょっと見てみましょう。はい。はい、雲がついたけど、他は何がある？あ、4色攻撃強化とかね、あるんでね、やっぱね、非属性の多色には必須かなと思ってます。ちょっと覚醒埋めとこう。覚醒だけ。はい。で、今考えてるパーティーがですね、まあ、こんな感じで、マルコがね、正直ちょっとどうするか迷ってるんですけど、っていうか、ヒソカも迷ってるんですけど、で、テオールこの前ゲットしたんで、龍角しガチャで。まだレベル最大までいけてないんですけど、このテオールがですね、その4ターンでダメージを無効貫通のスキルを打てて、で、ちょっと木は今いないんですけど、まあ、今のラグナのクドラゴン入れて、で、まあ、ここで、言うたら、その5ターンで、6色陣。と、手を降りたら4ターンで6色陣がいるんで、結構ね、ワンチャンこれ工夫したら、もうちょっと裏道の神聖来るじゃないですか。それ、クリアできるんちゃうかなと思ってるんですよ。はい。まあ、ポップもね、いるんですけどね、多色キャラ、非属性のヒーキーで。まあ、そこら辺をね、持ってるんで、交換していきたい、どうかな、まあ、いろいろ工夫してパーティー作っていきたいと思います。で、最後にですね、仮面ライダーコラボガチャで、ね、これまたね、非属性に優秀なキャラがいまして、まあ、交換弾がないんですよね、行き過ぎた。ですね、どこや、あ、これ、電王がね、ですね、めちゃくちゃね、非属性の多色で優秀なんですよね。スキブ4に4色攻撃強化。で、こちらをですね、まあ狙って、最後ガチャ引いて、
まあ、ダイヤ出して引き締めさせていただきたいと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。ダイヤが出たらね、ぜひ高評価をよろしくお願いします。あはい、こんな感じでしたね。はい、今日はちょっとね、なんかまあ正直、はい、ネタ切れでございますこんな感じの動画になってしまいましたが、はい、まあね、あと火の闇代わりとか、闇代わりが火属性になったりとかしたんで、まあいろいろね、パーティー工夫して、あの裏100式チャレンジに臨むように、頑張って工夫してパーティー組んでいきたいと思います。皆さんもね、これぜひコメント欄で火属性の優秀な多色キャラとかいたら、あのコメント欄で教えてください。非常に助かります。はい、もう、片っ端からね、僕、あの、コメントいただいたらハートとか押してるんで、はい、どんなコメントでもハートを押します。それでは、今回はこんな感じで締めさせていただければと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひね、概要欄、あの、ツイッターとか貼ってあるんで、リンク。ぜひぜひそちらもフォローよろしくお願いします。それでは、